前知ってる。なんすかそれ。ラッキーセブンのラッキー探偵事務所あんの。やば。月9でやってたよ、松潤のやつ。そうそうそう。ちょ写真撮っていいですか。いい、うん、松潤こう髪切ったらしい。やば。え、ちょっとこっち撮った。いや、テニスラウンジになってる。どこやっけ。はい、ワンちゃんいるんちゃう。マジでです。 T&I やし。 T&I やし、いると思う、多分。おはようございます。おはようございます。あの、今日はちょっとフリマに、まあ、結構 DM とかでフリマお願いしますというか、フリマに行ってほしいですっていうのをいただけて、で、僕あのマッシュフリマっていうのでフリマに来てるっていうのもあるんですけど、まあフリマかなと。もうそろそろ。そうですね。で、マッシュフリマの会場で使ってる大井競馬場っていうとこで普通に一般公開されてるフリマがあるんで、じゃあそこに来たんですけども、じゃあ駅が立ち合い川っていう駅と、何やったっけ、大井競馬場駅前。あ、じゃあ大井競馬場前です。それ駅前の話。2個あって、まあこんな感じの駅があるので、まあどっちからも歩いてこれるし、僕らは大井競馬場じゃなくて立ち合い川の方からラッキーセブンのためにそれを使ったんですけど、めちゃめちゃ良かったです、ね。あの、出店数は多いらしく、意外と出てるけど、もうなんか片付け始まっちゃってるから、早速ちょっと行こう。狙いはレザーの手袋欲しい。うわ、かっこいいっすよね。そう、バイク乗るから。そう、バイクもあるし、レザーの手袋欲しいから、横、こっちやね、カメラ。レザーの手袋欲しいなと思って。じゃあちょっと一回上から見てきていいですか。あれ、一人で行くんですか。学校行こうや。一個の代を、一個の代を正義。正義。やば。何用っすか。それ包丁。包丁だ。それわかるやん。めっちゃわかるやん。一回飯挟む。そうそう、お腹空きましたね。いやでも待ってください、時間ないんすよ。ご飯食べてる場合じゃない。ちょっとじゃあ、これあの、あそこら辺を見たいな。好きっすね、このカラフルな感じ。かわいい、ちっちゃそう。やばい、400。イカゲームみたいですね。そっち。ハンターハンターやの。いや、ちょっとあの最近の方行きました。最近の方、流行ってる方。そうやな、こっち側もあるから結構早めにパンパンパンポンポン行きました。じっくり見るのじゃあると思うけど、感覚でいきたいと思います。直感でお願いします。ファッション。ファッションもたまにありますもん。あれはね、あの、多分形があって。単純に。人気なんすか。もうすぐ終わりやから、はい、もうすぐ終わり。そうですね、2時何時だよ。あと15分しかない。15分。なるほど、じゃあちょっと、ありがとうございます。すいません、やばいね。やばい、本当にパソコンとかも見てる場合ちゃう。リバースやね。おやば、しかもダメージついてて、なんか色がある。時間ないから見るのめっちゃ早いっすね。あと15分くらいでしょ。マリナーズだ。
はい。トミー、うん、めっちゃいい。あ、しかも L サイズだ。いいんじゃないですか。これっていくらぐらいするの？あ、預けたら500円。おっほー、めっちゃいいな。これめっちゃいいっすね。よし、じゃあそれをお願いします。いや、ね、あ、寝ます。はい、寝ますなんですけど寝ぼしちゃって。ありがとうございます。早速ゲットですね。500円は安いでしょ。めっちゃ安いですね。やばい、どんどん撤収されてきてる。やばいやばい。あ、今ってなんだ。すごい。なんか紙みたいなの欲しいよね。フラワーベースみたいな。いいっすね。これなんすか。なんかあれか、シンボルがあるんかな。なんか、なんかほら、あの要するにほら、こういうなって、町、そうそう、町に、あ、なんか、市役所のとこにある。そうそう、記念碑でね、だから有名な彫刻家の。これも有名だと思うんだけど、まあ、いいですよ。まあ、要するにいいってことですね。ありがとうございます。はい。わかりました。ありがとうございます。やばいやばい、みんな広いついてもうみんな終了な感じだから。怖い。そうやね。あ、そうなんですか。これはもうレディースのライン。ラルフ強すか。あ、ダルマリン。ピンズとか、ピンズとかバッローチ、ローチか。もうちょっとよくない。めっちゃいいっすね。これ何の、あ、女の人だ。お願いします。もう行かれてもいいですよ、行ってください。もうちょい選びます。はい、はい、おこれは何のやつですか。ちょっとレディースすぎ。ブローチがいいかもしれないね。結構多いっすよ。そうそう、多い。これいくらでもいいって言うから値段交渉、交渉タイムで。いくら？いくらにしますか？1000円で。1000円で。行きましょう、一回。これで1000円はどうでしょう？いくらでもいいと言ってもらえれば。すごい。じゃあ、じゃんけん、勝ったら1000円。あ、いいですね。最初はグー、じゃんけん、ポイ。はい、これでしょ。はい、あ、すいません。あれ、負けたら1000円。すごい。あ、すごい。いや、やった。エンターテイナーよ。ありがとうございます。ありがとうございます。マジ直感で選んでますね、本当に。僕がちょっと選べてない。今のところトミーの白シャツしか買ってない。俺家帰って物紹介しようかなと思ったけど、あの結構分かるわ。アクシーボー行くしかなくない。そうっすね、マジで。行こう、早く早く行きましょう。服をね、絶対ゲットしたい。ベスト欲しいんだよ。ボタンベスト、うん、これめっちゃいいじゃないですか。ね、色めっちゃいいよね。どこのギャップにありそうな。ね、ギャップにありそうだけど、ブランドがなくて。これ無地ですか。でも結構渋い。おしゃれ。めっちゃいい。いけそうですけど。早くガマ勝つか。これさ、このさ、ワッペンなかったらさ、めっちゃ形いいっすね。めっちゃいいっすね。しかもここ後ろにこの紐ついてるから。後ろじゃ前なんですよ。え、前なんですか。あ、そうしよう。騙されてた。でかいな、ちょっと。でかそう。あ、なんていうのでしたっけ。レスパ。ちょっといいな。めっちゃ蛍光オレンジ。オーバーね。確かに、いろいろオーバーだ。エレッセいいっすね。めっちゃエレッセって感じ。文字っていうかね、文字書いたら俺ダメなんだよね。文字とかの方がいいんですか。こういうのは特に。あ、トーマス。トーマスあるっす。これもいいかな。僕ですか。見てみてもいい。あ、どうぞどうぞ。これめっちゃかっこいい。これやばいっすね。好きそう。
めっちゃ気分なんかちょっと欲しそうラインの古着確かに好み出てるし、いやそれめっちゃ良くないですか、そのテーラーなんかかっこいいよね、ちょっとでかいけど、あれ今あるジョージアダッチやジョージア多くないですか、今日僕はじゃないですか、ここやよっす、ダウンめっちゃいいですね、あ、はい、かわいい、かわいい、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、どういうこと防衛隊みたいな、違う、レーシング、レーシング、あ、レーシングあ、こっちのウルトラマンそうそう、そっちの方がどうぞ、何やね、防衛隊何やねん、分かれへんもんな結局行くうわー、こういうのマジ全然マジっすか、なんかこっちにもボタンついてるやつ、こう両方ボタンついてるやつって、うん、なんか名称あったりするの、分からん、ダブルでいいんじゃん、ダブルでいいんすか、普通にダブルテイラーやばダブルテイラーあ、もうそのままか、あんまやあれ、お遊戯っぽい、お遊戯、まあまあ確かに衣装でありそうですけど、でもアサナはこういうのをうまく合わせれそうですけどね、はい、100円じゃない、あそこに、あそこ全部100円です、やばいっすね、はい、すっごい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、おいくらです、アイスペール、こっちの月でちょっとチップしちゃってるんで全部で1000円で、これと、そうですね、アイスペールと、そうですね、こっちの下でチップして、あー、これぐらいだったら、うん、お願いします、1000円、はい、はい、ゲット、あれ、いかが、お、あー、ちょっと見てみて、あ、こちらですビブロッカーだよ、全部買おうかな、めっちゃあげられてアトミック ALC、 なんかカーレーサーっぽい、あ、そうじゃん、そっち系っすよね、最後から来た、うわ、スーパンだ、久々に見たスウェットパンツ、確かあんま最近買ってないですよ、カレッジャーし、確かにこれエンチョン、しかもポケ付き、いいかもしれない、いいっすなんかジムとか行くときこれ履いてきゃいけないんですか、結構あるじゃないですか、珍しい3ライン、地形3、そうですね、これはね、入ってしまうやつ、ファイヤー&ナイス、はい、もう訳わからないなんかいいスキージャケット、これでスキーっつったら結構目立つっすね、80年代とか、はい、カツみたいなのを引きたいあ、スキージャケット系可愛くなるのかな、スキーロゴ入ってるじゃん、はい、あ、デサントじゃないですか、知ってます、デサント、知ってます、デサントの知ってデサントのスキーウェア、ちょっと気になるすごいな、これなんかね、こういうなんかね絶妙な気になったんだちっちゃっ引けない可能性がこっちとも、なんかあ、そうです、こっちそう、まだまだいっぱい残ってるし、え、ただ、さ、ちょっとやばいのが、あの、もう集中してると他がもうどんどん閉まり始めちゃってる、ここでも、あ、もう一点集中なんですね、ほんと頼みますよ、いいやつ、あれ、あれだ、オナウェイ、オナウェイだ、オナウェイやな、オナウェイやね、人生は、重いよ、ナイス、いや、全部ちっちゃいですけど、まあ、そういうもんだ、うわ、これちょっといいんだけどさ、ボタンがさ、金ボタン、そう、これちょっと着づらくなってしまうよね、難しいですよ、キラキラやな、サロモン
お、え？ちょっとなんかよくない？スカウこんなの出してるんですか？え、ここ切ると思う。いや、切ると思います。え、でもここにも…でもなんか…あ、でもこれはスカウボウよくない？うん、今だと見ないサロノースキワ…うわ、キワキワやと思う。確かに…こうタッチさ、取ってさ、ワッペンとかつけてよさそうね。よさそうっすね。めっちゃいい感じ。すごい、かわいい。ここに色めっちゃよくない？いい配色してますね。でもいいっすね。ここに来て、流れが風をね、はい、感じてきてますね。やばいなどう合わせます？いや、わかんない鳥やったわ。意外とかわいい。かわいいですね。うまいか。いやでもめっちゃむずそう、こういう系は。地形がちょっと欲しくなってきてしまった。いや、どうやって合わせるのか楽しみですけど。やっばこれ。え？つなぎ？これ。オーバーオールか。すごっ。いやキャラクターみたいなマジなんかマスコットキャラ髪もあってなぁ、ご当地キャラみたいな、はい、で、これはこれ、線です。あー、これ線やかぁサロモン、そうなんですよ、これサロモンやばくないですか。確かに、きつそうです。いや、すごいマジで。これと、これの女最後の1000円なんですけど、1000円、100円です。100円だ。あ、先生、やばい、全部1000円。え、3つですか？ちょっめっちゃいくやん。本当ですか？はい。青のコートだね。これは2000です。うわ、しかも中紫。それはあれ、あの色が確かに落ちてアートになってる。ああ、いい味出てますね。めっちゃよく言いました。はい、これは直感の勝負というよりかは、はい、普通に選んでしまった結構あの追い上げました。いや、最後すごかったですよ、怒涛の。怒涛の追い上げを見せたんで。ちょっともう閉まっちゃうらしいんで、門も。ね、門も閉まっちゃうから、あの、家でちょっと買ったものと、まあ、詳細と値段をお話ししようかなと思います。最後さ、あの、バックだけちょっと見ていいですか？はい。まあ、一応、あの、最後、追い上げを成功して。すごいですね、この量。はい、あの、まあ、直感とか言ってましたけど、めちゃめちゃ選んだ。結構だって、着るんやから。そうですね。味選びみたいな。でまあ、ちょっと本が閉まっちゃうし、みんな帰ってたから帰ってから、これをちょっとこのと買った金額をちょっと話そうかなと思うので、はい、先帰ってもらって。あ、待ってるかい？待ってる？はい、待ってます。 OK、 じゃあ、あの、ついたら連絡する。はい、ありがとうございます。後から行きます。はい。